久保さん、久保さん、あの、政治家当たってますね。<laughs> 政治家久保哲郎でいいんじゃないですか。<laughs> 政治家の関連、いいじゃないですか。久しぶりじゃないですか。うん、でコメントもめっちゃついてましたね。1 6なんか結構ついてましたね。うん、まあ、やってると、いろいろありますよね。<laughs> でもやらないと可能性は生まれないですからね。だから、宝くじ理論と一緒で、まあ、 なんだ買わないと当たらないっていうね。でもその確率的にどっちの確率の方が大きいのかっていうところを考えればまあ分かるとは思うんですけどね。うん。宝くじで1億当てるのかあの動画発信してね自分で商品作って勉強してセールするとかや,やって売り上げ上がる確率と宝くじ買う確率どっちが高いかっていうと、まあ、間違いなくずっとやってた方が確率は高いですね。 でもその確率が高い方を選ばないっていうね言ってらっしゃい。